名古屋飛行場、名古屋飛行場、名古屋飛行場は愛知県にある飛行場である。通称は県営名古屋空港、県営名古屋空港、旅客便における発着地名は名古屋、小牧である。名古屋市の中心から北へおよそ 15km のノー平野北東部、西春日郡豊山町、小牧市、春日市、名古屋市、北区の三市一町にまたがる。 航空自衛隊小巻基地に隣接しており、滑走路を共有しているが、防衛省設置管理の共用飛行場ではなく、愛知県が管理する。管制業務は、飛行場管制業務と着陸誘導管制業務を、航空自衛隊小巻管制が実施しており、進入管制業務とターミナルレーダー管制業務については、中部国際空港、セントレアにある、 国土交通省大阪航空局中部空港事務所が広域管制によって実施している。かつては国内線、国際線ともに数多く発着していたが中部国際空港開港と同時に大部分の路線が中部に移転するとともに第2種空港からその他の飛行場に指定変更され正式名称はそれまでの名古屋空港から名古屋飛行場となった。なお、 故障については IATA 空港コードの NGO を東空港から中部へ承継された。2015年4月現在、旅客定期便はフジドリームエアラインズによる一社9路線のみである。近年はビジネスジェットの運航などゼネラルアビエーションに力を入れており、ビジネス機専用ターミナルが国内線ターミナルとは別の出入り口に設置されている。 トヨタ自動車のような地元企業などを中心にビジネスの拠点として多くのビジネスジェットに利用されているホ・ F1 の日本グランプリが鈴鹿サーキット三重県鈴鹿市で開催される時にはドライバーの中継地になっている。また、給油目的で個人所有機や防災ヘリ等の中継地として利用されているほか、ゼネラルアビエーションが利用する空港の中では 比較的大きな施設を持つということもあり、近年では朝日航空等訓練事業を行う航空会社の景気飛行訓練の場所としても利用されている。また、近隣の自衛隊基地である岐阜基地、浜松基地は ILS 景気侵入装置を持たないため、自衛隊機の訓練や岐阜基地に隣接する川崎重工のテストフライト項目の一部に等空港が使用される。 一方、ゼネラルアビエーションの対空照明が切れた航空機がエプロンに留め置かれた状態で放置される飛行場が日本で数多く存在する中、東欧空港では一定期間稼働していない機体について中期料金を引き上げるなどの処置を行っている。その結果上中期のほぼすべてが稼働状態にある珍しい飛行場である。年間旅客数は 国内748,389人、国際919人、2015年度で2015年度、平成27年度空港別乗降客数順位は全国34位。1934年7月に名古屋港埋め立て地15地に名古屋国際仮飛行場が開港、1940年に名古屋飛行場となる。 同時期に同じく11号地の埋め立てが許可され、1941年に名古屋国際飛行場が開港。拡張のため一時閉鎖、1944年するが、終戦後は放置される。現在は東方ガス空見環境センターになっている。1952年から2005年にかけては、愛知県の玄関口としての機能を持ち、日本国内の主要空港の一つであった。 しかし、中部国際空港の開港により、ほとんどの旅客定期便が同空港に移転した。2005年2月16日には、この日の出発最終便である20時45分発、サイパン行きチャーター機、日本航空、JL8839 便を航空会社、空港両関係者がペンライトを持って見送り、第二子空港としての幕を閉じた。なお、この飛行機は折り返し、 中部国際空港到着の一番機、日本航空 JL8830 便でもあった。中部国際空港開港以降、設置管理を国土交通省から愛知県へ移管、設置区分も第二種 A 空港からその他公共用飛行場に変更され、名古屋飛行場、県営名古屋空港となった。IATA 空港コード3レターコードは、 旧名古屋空港の NGO は中部国際空港へ移管され NKM となり ICAO 空港コード4レターコードは旧名古屋空港の RJNN からゲナへ変更された中部国空港のコードは RJGG となったまた前述のように一部管制業務を国土交通省大阪航空局名古屋空港事務所から航空自衛隊小牧管制隊に移管したなお 定期便や国内、海外開機等の旅客はすべて従来の国内、線旅客ターミナルビルにて取り扱い、税関、出入国審査、検疫は一つの部屋にまとまった、小規模なものとなり、日本初となる本格的な小型機専用コンコース、フィンガーコンコースが新設された。2005年2月、日本航空グループの JAA が、中部国際空港の開港期に、 広島西飛行場から本社、ベースを移転し、JA の拠点飛行場となったが、2011年3月に JA は東空港から全面撤退し、大阪国際空港、伊丹空港を近隣ビルに移転した。2010年1月に経営破綻した日本航空の再建をめぐり、同社の子会社である JA は当初、小型機中心の運航により、 採算を取ることが可能と考えられたことから、中部国際空港から東空港への路線移管によって、名古屋地区の路線を維持することで検討が進められた。しかし、以下の理由から2011年春までに東空港から全面撤退することが表明された。これに対し地元自治体は強い反発を示していた。一方、静岡県の地域航空会社である、 富士ドリームウェアラインズ以下 FDA が県営名古屋空港への定期便の就航に意欲的な姿勢を見せており日本航空の一部路線引き継ぎも視野に入れて愛知と交渉中であることが発表されこの交渉の結果2010年冬ダイヤからの福岡空港便の FDA への運航移管及び JAL とのコードシェアが決定したさらに JA が完全撤退する2011年夏 ダイヤからは、麻生熊本空港便を FDA に運行移管し、この路線も JAL とコードシェアになった。これにより、JAL は予定通り2011年3月26日をもって東空港から撤退し、JAL グループの名古屋空港カウンターも同日をもって業務を終了したが、JAL 撤退後に定期便が一つもない空港になることは回避できた。 その後2010年代に入ると FDA は静岡空港から実質的な拠点機能を一転させ JA の運行していた路線を中心に命、国空港からの路線を徐々に拡大した結果2015年春の時点で名古屋空港発着国内線9路線を展開するまでになっている。この FDA 進出が名古屋空港の運命を変え、結果的には起死改正の策となった。 日本航空は、不採算路線の一つであり2010年5月をもって、運休した中部国際空港岩手、花巻空港便を、東空港発着に移管、変更して復活させ、2011年上半期中の、就航を検討していることが、明らになった。東日本大震災の復興支援の一環として、上記の路線に、FDA が就航した。 リージョナルジェットの運行に特化しており、小型機用のフィンガーコンコースを設置している。2015年1月には MRJ を製造する三菱航空機が本社を移転している。名古屋空港時代の国際線旅客ターミナルビルは、わずか6年しか使用されなかった。しかし、旧国際線旅客ターミナルの処理能力が限界に達していたのも事実であり、ボーリングブリッジは、 旧国際線ターミナルのものをそのまま使用するなど最低限の投資で建設された。中部国際空港への移管時に閉館し、周辺敷地とともに空港から切り離された。その後、国際線ターミナルビルを活用し、名古屋空港ビルディングが設置主体、ユニー株式会社が開発主体となってショッピングセンター。 エアポートウォーク名古屋が2008年10月にオープンた。国内線ターミナル内の名古屋空港航空宇宙館は2004年10月31日に閉館となり、そこにあった航空機の一部 MU-2 などは2005年4月1日に豊山町の新名公園内に愛知県が建設した航空ボーンに移され、引き続き展示されている。 名古屋空港航空宇宙館は現在でもイベント時などに公開されている。愛知県は2015年5月15日、県営名古屋空港見学者受け入れ拠点施設整備事業として航空のフィールドミュージアムを構築することを発表した。エアポートウォーク名古屋隣接地に航空機をテーマとした展示施設愛知航空ミュージアムを整備周辺に点在する集積された 航空機産業、観光資源と連携、地域全体をフィールドミュージアムとして、学校教育、人材育成、産業観光に活用する計画である。2017年11月30日に、愛知航空ミュージアムは開館した。東空港を拠点空港にしている、航空会社は1社。商店空港に設定している、航空会社はない。航空会社が二社以上の場合。 最善の航空会社の機材、乗務員で運航する共同運航便、コードシェア便は、中部国際空港便もあり、グアムやサイパンへのチャーター便を運航したこともある。日本の空港シリーズ、2、セントレア、セントレア中部国際空港名古屋空港、イカロス出版の名古屋空港の歴史より、中部国際空港開港前は、中部地区を代表する国際空港として、 現在では存在しない航空会社、中華人民共和国の中国民航やバリグブラジル航空なども就航していた。また、同空港への全面移管直後は、旧名古屋空港時代より就航する航空会社が若干増加し後に減少した時期もあったが、2010年代からは再度復調し、増便傾向にあり、開港10周年を迎えた2015年時点では、 名古屋空港時代の国際線便数を上回って推移している。LCC 前世の現在とは就航していた航空会社の顔ぶれはかなり入れ替わっているが、フィンエアーなど中部国際空港開港後に初めて名古屋に就航した欧米の航空会社もある。タイ国際航空やチャイナエアラインなどは名古屋市に多くの在住人口、東南アジア系、 アセアン諸国や中華民籍を持つことから、1980年代、初頭より定期路線を運行し続けている。これらの古参とも言える海外航空会社は、現在の中部国際空港発着に移り機材を大型化させた上で乗客を運んでいる。以下、名称は就航当時のものである。10年以上前の航空事情のため、2015年現在では、 合併などにより現存していなかったり、運行停止している航空会社もある。現在の県営名古屋空港を本拠地として、路線網を展開している FDA は2005年の中部国際空港開港号に設立された航空会社であるため、名古屋空港国際線発着時代は存在していない。過去には、高麗航空、平壌がチャーター便で飛来していた。 同航空会社唯一の日本路線であった。県営名古屋空港は、アメリカ合衆国ワシントン州のモーゼスレイク市にある、グラント郡国際空港と、姉妹空港提携を行っている。利用する企業、団体は、中部国際空港開港を増加し、それに伴い急速にターミナルや貨物地区の跡地に、格納庫建設が建設された。このうち中日本航空、 セントラルヘリコプターサービス。セコインターナショナルは、全国の防災ヘリコプターや個人、企業所有のヘリコプターなどの整備も東空港で行っている。また、ダイヤモンドエアサービスは、三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所を利用している。航空自衛隊小牧基地は滑走路を共用している。また、三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所は、 工場と隣接しており、定期整備のための戦闘機やヘリコプターは、名古屋飛行場の施設を利用している。旅客ターミナル前を発着し、名古屋都心並びに周辺鉄道駅を結ぶ。立体駐車場が1350台分、設置されている。名古屋市街までは、約10キロメートル、自動車で約20分である。小牧基地航空祭では、 ブルーインパルスの展示飛行は2014年まで実施されていない。岐阜放送でテレビ CM を放送している。なお、岐阜県の一部、岐阜市、大垣市周辺などの鉄道沿線などからは、公共交通を用いたアクセスの観点からは、中部国際空港より利便性が高い。名古屋 VORTAC の管理官所は、大阪航空局中部空港事務所システム、 運行管理センター、名古屋 ILS、DME の保守監所は、愛知県航空対策課である。名古屋県における、高速鉄道を中心とする交通網の整備に、関する基本計画についてにおいては、アジヨ駅より分岐して、名古屋空港に至る、鉄道路線名鉄名古屋空港線が2008年までに、整備すべき路線とし、示されていたが、今日に至るまで具体化はしていない。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。